水といったものを、日本全国からたくさんあの支援いただきまして誠にありがとうございます。今回ですね、あの、まあ、精密水準器とジャッキーコロ、をご支援いただいた方々を、順不同でありますけども、紹介したいと思います。まず福井県ですね、株式会社西村金属の西村明宏さん、この方が、私の、呼びかけに対して一番初めに、これという感じであの写真入りで、貸してくれる、くれた方です。それからその下、株式会社 MA ツールの、松本弘和様、そして、神奈川県ですけども、有限会社システムデザインの北野拓也様、それから、株式会社 K テックデザインの栗山薫様で、この2人はですね、全くあの面識がございません。で、あの当初私はですね、ツイッター上の名前を鉄拳というふうにやってまして、あの本名は載せてなかったんですね。で、ところが、このお二人は、まあ、リツイートされたものを、見てくださいまして、まあ、どこの誰だかわからないような、私に、送るよと言ってくれた方でございます。はい、そして、多大な支援をいただきました墨田です。特にあの日本橋橋梁工業の菊池智美さん本当にあの友ちゃんにはですね、声かけの翌日も墨田中を走ってくださいまして、墨田中の水準器をかき集めたんじゃないかというぐらい、たくさん集めていただきました。で、その他にもですね、お水や、ポリタンクですね、それからお菓子とかミルク、おむつなど、たくさん支援いただきまして本当にありがとうございます。それから柴田コンクリート株式会社の殿原陽子様、それから東京彫刻工業の花輪津則様、株式会社岩井金属金型製作所の岩井康夫様、そして鈴木合金工業所株式会社の稲葉実様、そして有限会社堀内製作所の堀内秀和様、そして最後株式会社厚見製作所厚見博様ということで、全員の墨田のメンバーでいらっしゃいますね。ありがとうございました。はい、そしてあの一番遠くはですね、宮崎県からも送っていただきました。こちらはですね、特にあの、宮崎県の、清本テック一の清本さん、それから、マスタ工業のマスタ様からですね、幅広くあの拡散いただきまして教えていただきました。宮崎県工業会の、金丸昭一様、それから株式会社、鮫島鉄工所様、それから、森建設様、そして株式会社日向中島鉄工所様です。そして愛知からもいただきました。株式会社三笠製作所の石田茂樹さん、石田さんからはですね、非常に重いジャッキ、それからコロをです、ね、重量物をたくさん送っていただきまして、我々リシメンバーの重量物を扱っている企業で大活躍しました。ありがとうございました。そしてあの、最後に、すみません、茨城県内からもですね、県南にあります、牛久製作所の、小山忠樹様より、これは漢方を入れて修理するときにあの作業服の上にさらに着る白い漢方着と呼ばれるものですね、これを送っていただきました。それから津山です。株式会社 IS 様、池田製鋼株式会社様、株式会社アイダメカシステム様、それからトーステ株式会社様、日本圧着端子製造株式会社様、それからハリキ製鋼株式会社様、そして最後は塾でもおなじみの、株式会社本山合金製作所様から、ご支援いただきました。特にあの本山さんはですね、水準器をもういらないから、使えるまで使ってくださいという感じで、戻さなくていいよという感じで、おっしゃってくださいました。はい、そしてあの今日、こちらにも来ていただいている、八王子の、栄中条その中条商品の鈴木隆様よりも、水準器、ありがとうございました。
はい、最後ですけども、群馬からも、両毛地区のですね、6社で立ち上げた会社、下請けの底力、という会社様よりも、水準器やお水ですね、などをたくさん、ご支援いただきました。本当に、そういった支援物資でですね、我々仲間の、復旧がですね、若干もう1週間、2週間くらいで、ほぼ復旧しまして、本当にありがたく存じております。本当にありがとうございました。